下のロッキーチャンネル。おはようございます。今全国的に14時8分なんだけど、今石狩街道出るのかな。で、今からちょっとお客さんのとこ行ってきます。まず一杯タバコ吸えばいいじゃない。で、今日の仕事なんだけど、パソコンの、メンテナンスというか、まあ、メンテナンスと言えるほどのことでもないね。メールが届かなくなったっていう、送受信できなくなったっていうお客さんだったのね。で、それをちょっと見に行ってきます。でね、場所が東区で、それ行ってきて、で、それで、その後は今日はまあ家帰ってきてからかな、仕事して。タバコを吸われる方はタバコを食えていただいて、着火球目薬だろこれちょっとおい俺今素で間違ったぞ。は？え？あ、これあったよ着火球できねえよこれ。はい、行ってください。よし、仕事が終わりました。今、16時半ぐらいかな。今からね、トモメン行きますよ。トモメン行って、で、今日は木津先生なのかな。甲先生は多分白石の方行ってると思いますんで、さあ今日木津先生に何ぶっ込むかな。なんか結構そのなんだろう、なんかね、前回は何だっけ、人類が今日で滅亡するとしたら何ってやつで、まあなんかしょうもない回答だったから、ちょっと今日こそはなんかこう、木津先生のがなんかちょっと輝けるような、なんかネタ振りますから。輝けるかな、あの人。漢字一文字で表してください。何ですか。え、私ですか、うん、漢字一文字で考えたことがないですね。だからやるんですか、うん、孤独の子かな孤独なの。孤独ですよ、私一人ぼっちですよ。マジですか。一人ぼっちになりたいからそれを目指してます。あ、本当に。はい。じゃあ僕を漢字一文字で表してない。何だろうな。私を、北の動きを。北のロッキー、よく感じますね。そうやな、もう出てこないな、なんだろうな。ね、いいっすよ、なんでも。感じ一文字で。一文字。お、え、すごい考えてる。うん、黒かな。黒、うん、心黒いからあの、こういう男です。うん、部屋も黒いしね、はいそうですね、はい、ありがとうございます。いやー、木津先生じゃなかった温泉、一応最高って言ったから。今さっき家帰ってきたんだけど、あまら唐突なんだけどさ、兄貴がギター買ったのよ。ヤマハのアコギ買ったんだよ。で、俺いつもさ、サムっていうメーカーのこのアコギを弾いてるわけじゃん。で、音を聞き比べてみようかなと思って。あの、いつものやつね。
しょ、まあ16ね。じゃあこれサムでやっ、サムじゃねえや、山だったらどうなるか。物のサムのギターのがよくね。味が違うのか。ちょっとまずこっち舐めてみよう。これ舐めてみよう。うん。ちょっと甘じょっぱい。でこっち。苦い。古いこっちの方がいいギターです。